お、これ初めての映画。あ、いただきまーす。朝っぱらからお好み焼き、いや、横手焼きそば。あれ、何焼きそばだったっけ？ 目玉焼きのった焼きそば。はいっと。さあ、今日こそ、おっと。役立たず、せましおじさん。おお、しんのすけ、またまた会ったな。おっと、ケチなおじさんじゃなくて、倹約家のおじさんだぞ。あ、もう、ごっつい財布持ってるんで、いらないです。どうだ、そろそろ金持ちになったか。なったよ。なったぞ、これ見て。おお、それは金持ちしか持てないような金ピカの財布。趣味悪いよね。お前、一体どこでそれを。2000円だっほら、金持ちになったからこれ返すぞ。な、オラが前に使ってた財布。みじめ。もういらないか5歳児に抜かれる。 みじめ。もういらないから返すぞ。勝った。第3部完。 5歳児に負けたせましですよ。ゴーゴー。ちょっとちょっと。はい。よいしょ。よいしょ。やっぱ金を使わんやつのもとには金は集まらんだよね。貯めるのもいいけどね、たまにはパーッと使ってやろうぜ。まあ俺もうあんまりいらないもの買わないタイプなんだけどね。その代わりいるもんにはね、遠慮なく金使うタイプなんで。完成ちょっと遠そうだな。山芋も完成しないと次の作れねえよ。習ったっけ？あえてここは下に。テントウムシ込みといえばね、ドラえもんですね。バキドラえもんです。俺ね、クレヨンしんちゃんが始まる時の特別番組見てね、ドラえもんとセーラームーンとお坊ちゃまくんがしんちゃんをこう 歓迎するみたいな番組だったね。10センチ超え、気持ち悪い。でっかすぎて気持ち悪い。早めに向こう行きたいね。やあ。待ちわびたぜ。24種類、多分とっくに終わってる。23種類。あ、勝った。この村サファイアに価値ねえな。はい。キングサイズ10種類。9種類負けたぜ。勝ったな。次が最後って全種類捕まえろうかな、普通に考えて。よっ。じゃあ松茸だけチェックしたら向こう行きますか。ガキョウセイ。よっ。ああ、白かわいいな。久しぶりにね、ちょっと犬や猫と戯れたい。お、東島道場、これ2匹目ぐらいじゃない。あぜ道通っていこうかな。白、ダメか。ダメか、白。松茸を見つけれんか。あと2本いるんやで。
のんのん日和が見たくなってくるな。ゴーゴー、ほい、いそう。おーい、新しい商品が入ってる。新作出てる。きりたんぽ、地鶏肉、はちみちゅう。これもっとお金がいるじゃねえか。また来てね。掲示板更新。くれるのかい。それでいいかい。やめとく。メノグ原石はいらんけど、赤さってどうなんだろう。アメリカザリガニは余ってるんで、ちょっと更新したい。それでいいかい。どうも。鉱石系はね、トロッコレースで使うかもしれないから、今ちょっとそれでいいか、使わずにいたいね。やめとく。またよろしくね。ということでね、行くぞ。今日でトロッコレースまでたどり着きたい、ね、何日前から言ってるかなこれ。たどり着けるとは言っていない。痛い。一応こっちにもね、ところどころ虫はいるんだよ。そしてうなぎは見つからなかったね。交換品に出てないかな。掲示板だけ見たらお姉さん。一番右上、大曲がらないウサギね。逆だったらいいんだけどね、ダメみたいですね。玉ねぎと目の、更新するか。玉ねぎ買えるしね。ナスはあったかな。あるな。更新しよう。さあ、それでは大人になりましょう。ユリお姉さん持ってきたぞーっと。しんちゃん、ふふーい、よっ、おれおれおれ。パワー全開、パワーをメテオに。いいですとも。じゃじゃーん。あー、これができた。また大発明。大人になりたいっすよ。これ何、ここに足入れたら無理やり体伸ばして身長伸ばすってこと。しんちゃんもトロッコに乗れるわ。これ違うな。大人になるんじゃなくて、子供の足でも届くようにするグッズだ多分。まあね、大人になんてなれるわけないもんね。そんな機会あるわけないもん。ブリ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 。つまりこれトロッコが高くなる大豆みたいなもんでしょ。でもまあまあ、トロッコレースができるんなら問題なしです。なんだその椅子は。大人になりたい椅子だぞ。これなら足が届くぞ。すごい。お前いつの間に。いいね。これはよくできてる。例えば登録さんはオープニングに声優乗ってなかったよね。よしユタ、お前の分も作ってやっから対戦してみろよ。はっ、ありがとう登録さん、ありがとう。素晴らしい走りを見せてくれたら、特別にトロッコレーサーの証を授けよう。トロッコレーサーの証を授ける。しのすけ負けねえぜ。ということで、ね、トロッコレースのルール、
制限時間内にどれだけのポイントを集められるか。タイムじゃないんだね。鉱石を拾ったり一周することでポイントを集めることができます。カーブを曲がりきれなかったらマイナス。まあやってみればわかるだろう。 R で加速、離すと減速。ブレーキはないっぽいね。加速しかできないっぽいね。おお。3、2、ロケットスタート的な何かはないのか。まさかのあれすら回りきれないとは思うんだ。ゲットだぞ。ゲットだぞ。ゲットだぞ。届いた。ゲットだぞ。これは先しか取れない。ラップボーナス。ここはちょっとゲットからの加速。でちょっとゲット。カーブの途中から加速しても大丈夫なの。ゲットだぞ。ゴーゴー。ゲットだぞ。ほい。ラップボーナー。ダストのサラリー。ゴーゴー。ほい。頑張ったら一生遅れにできるかも。おっとおにぎりが追いついてきた。バーカが焦り寄ったな。あそこ。勝ったぜ。商品はチャチ。おや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 。お、なんかいきなり証もらった。結構先あるのかな。上級コースとかそういうのもあるのかな。ま、負けた。伝説のレーサーになるはずのこの俺が負けただと。ほら、才能あるかも、ね、なかなか筋がいい。初めてとは思えないぞ。それほどでも。ぐぬぬ。ということでトロッコレーサーの明石くんいただきました。え、僕が食べたいもの、あら子供の頃ばあちゃんが作ってくれた山菜たっぷりの汁物、ちょっと腹にたまらねえんだよな、うん、おお。ババアの味ババア言うな。あ、全部あんじゃん。とっとと作るか。これ必須イベントっぽいしね。とっとと作ろう。まだ時間もある。ここ見たよね。見てるね。プリ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 。作るぞー。いらっしゃい。お半分おにぎり。見た目が面白い料理、そんなんあったっけ。見た目が面白い。ごめん、ちょっと何言ってるかわからない。新しく作ったら面白いのかな。で山菜汁作ろう。最近マスク姿のお客さんが多くてね、断捨離の噂話もできないよ。あ、2ページ目あるまさかの。何か作るかい。俺あと2個で終わりかなとか思ってたんだけど、2ページ目あった。任せときな。はあ。実はこれね、初めて作る料理なので飛ばせないんだよ。面白くはないね。山の幸のきりたんぽ汁。お待ちどうさま。ほい。さあ持ってきな。
これだよこれ、ばあちゃんが生きているうちに教えてあげたかったな。ありがとうしんのすけくん、僕がレーサーとして君を鍛えてあげよう。ありがとうございます。これで上級コースが選べるようになったとか、そんな感じか。ほら勝利しようだもん次。待っていたよしんのすけくん、手加減はしないよ、真剣勝負こそ上達の早道だ。ふふあはい、遊びたいコースを選択します。ポイントをたくさん獲得するとさまざまな商品あげちゃう、あ、もらえる商品教えちゃう。ということでもらってどうなるのかが分かんないのがね、ヒント、まあまあ行きましょうか。1,2,3,4,5 個ぐらいコース一応出る計算だね。パーツショップとか言ってるね。いやすげえマシになるぞこれ。新しいパーツが入ってるよ。ちょちょちょい、なるほど。今これね、今お金が1190円。ノーマルでとりあえず行ってみるか。あーでもパーツだけ先か、これつけられないのかな、なんか色が違うんだけど、つけられない、とりあえず買おうか。ちょっと待って、 B を押すとビームを対戦相手に向けて発射して、スポーツマンシップの風紙もねえんだけど、買うけど。ブレーキがある、あーブレーキつけれる。いやー容赦ねえなトロッコレース。じゃあとりあえずこれで行ってみようか。 OK。 ダイブドリルある。あー卑怯、あれ装備できてない。音だけねえぞあいつ。マシンスペック差がだいぶ、マシンスペック、あービーム打ってきた。あいつあいつ音だけねえって、俺が買ったパーツつけれてねえんだけど。バーカバーカ、おい狙ってんぞあいつ。なるほど、そういうことか、ついてないからついてないと思ったんじゃなくて、あの俺もついてんじゃん、そういうことね。オッケーオッケー、よしついてるついてる、俺もついてる。あれブーストでも一番初めを理解してなかったから、見た目についてなかったから装備してないと思ってたんだ。なるほどね、これ買うしかねえな。てっきりね、あのカスタムで装備しなきゃダメないのかと思ってたら右下にあったわ。
だからとりあえずもうボディを更新する、まあ、使いやすいこっちでいこうか。それにするかい。オッケー。どうも。よしよしよし。だって俺この右側の画面の画像になると思ってたのにさ、なってないから、買ったのに装備されてねえって思ってた。新しいコースが増えたよ。あら、いきなり増えたね。なるほど、なるほど。はい、とりあえずまあこいつに勝たないとダメだ、進まないっぽいんで。そういうことな、こっちでパーツ集めろってことか。もう勝てるやろ。オッケー。よしです。ということでね、ボコりましょう。大人げねえ、大人を怒ってやる。ゲットだぞ。ほら、大人げねえ、7点で全部や。ほら、うっゲットだぞ。あいつ大人げ長すぎに。ドロ。これはラップボーナスで買っていくスタイル。こいつされないように。ゲットだぞ、ゲットだぞ、ゲットだぞ。これはなかなか。ここ、加速どうやったらできるの？このね、ブーストが分かんない。あいつドリル持ってやがる。なんで卑怯な。ゲットだぞ、ゲットだぞ、おい、ゲットだぞ。よおい、逃げ切れ、逃げ切れ、逃げ切れ、逃げ切った。ギリギリ、妖怪生き足りた。ギリギリペアマちゃんが。ふぅ、これでストーリーが進むだろう。次こそはデザインしないぞ。登録さんに勝っちゃうなんてすげえよ。オラなら当然ですな、しんのすけくんの才能。とんでもないレーサーを育ててしまったのかもしれねえ。これで話、あ、進むっぽいね。うガリバヤちゃん、何してんの。んだ、見つかっちまったねえ、トロッコレース。いや、あんな危なっかしいレース、ヒヤヒヤして見てらんねえ。なんでここにいるん。そんなことよりしんちゃんに頼みがあるんじゃ。学生帽をかぶった男の子がいた。そんな子いた。豊か、知り合いかね。ちょうどよかったぜ。レース強くなる勝負飯を作ってやってほしいんだ。お、やっぱ孫か。頼んだよ。頼まれてくれ。ありがとうよ。カレー肉、お、これもすぐいけるね。まあ明日かな。パーツだけ、もう時間も結構ヤバめなんで、ここ帰りたいな。ギリギリ帰れるか。今日の夜のうちに買っときたいね。夜のうちって夜になる前に、明日行く前に買えばいいんだけど。
っしゃい。新商品ある？どれもお買い得だ。道元石、あれゼロだ。この辺の上路とかね、かどり線香入れとか、これもどっかのタイミングで買わなきゃいけないと思うんで、やっぱお金がね、お金が必要なんだわ。また来てね。金だ、金をよこせ。見た目の面白い料理、どれが一番面白いだろう。見た目これかな、爪出てるし。これいってみる。何が食べたい。別に失敗してもリスクなしでしょ。大当たり、オーケー。いや、給料ちょうだい、給料。ありがとね。金じゃ、金じゃ。世の中金だぜ。しまった。帰ることはできるけど、掲示板まで行けなさそう。こっちか。もういいや。明日でいいや。よ。16さん。登録さんの次。真の実力を持ったトロッコレーサーだけが入れる証。登録さん？違う違う。16っつんだ。双子の弟だよ。しんのすけくんが噂は聞いてるぜ。半端ないんだってな。それほどでもーっと。証なんて手に入れられるだろう。もう持ってるよね。見て見て。あるよ。さすがだな。じゃあ店も行けるか。ギリギリ行けそうやな。あった。ここだここだ。俺のトロッコショップ。登録の店と違ってマニアックだぜ。どうする？寄ってくよな。新しいパーツが入ってるぜ。ということで、おっと、ローラーパーツ、ローラーがしてくれ、ノーブレーキでカーブを。いいね。センターパーツ、バリアパーツ、バリア身を守ってくれる。リアパーツ、これだ。あいつこれ使ってたもんな。これが欲しかったんだよ。ブレーキなんていらねえんだよ。加速だよ、加速いるのは。おっ、なるほど、ここでいっぱい使うんだ。これこれ、こいつこいつこいつが欲しかった。こっちはそれにするかい。まあいろいろ足りないね。バリアなんていらねえんだよ。あー、これちょっと気になるな。それにするかい。オッケー。大事に使えよ。それにするかい。か、蚊取り線香か。スペシャルパワーって何やねん。まあまあこれか、どっちでいくかだよね。まあ安定でいくならこれか。まあドリルにするかローラーにするかはちょっと面見て考えればいい。毎度。かっこいいぞ。珍しいのが揃ってるだろ。足も見違えるぜ。姉妹店ならぬ兄弟店ってやつだな。16のトロッコショップ、もう時間ないね。なんかイベントもあんのか。パーツ開発よ。もっとすごいパーツが欲しい。新型パーツの開発を手伝ってみる気はねえか。ね、売るほどあるからな。受ける。頼んだぜ。ニューパーツ。あー、鉄使ったからね。明日だ明日。さあ、一日が終わる前にギリギリまで進めるか。開けたら怖いお兄さんが出てきそうだぞ。もう俺に。ちょっと足りなかったが、まあしょうがない。
とりあえずね加速パーツ取ったんで、あのジャンプ台の上で取れたり取れなかったりしたやつはこれで取れるようになったろ。ああ、ほんと仕事の後、勝利の風呂は格別だぜ。仕事したわ、めっちゃ仕事したわ今日。はい。なんか忘れ物ないかな。ちゃんと水やったよな。お金が欲しいんですよね、ここまで来ると。ゴーゴー。お、完成してる。よし、唐辛子ちょっとこれ登録してもらおう。山芋も来た。サブミッション。鉄の原石。ほうれん草、白菜、唐辛子、おっとこれもまた唐辛子ゼロになっちゃうから登録が先で、カレーと鶏肉、まあ明日買ってからやな。うなぎをどうにかせねばな。あとネギも足んないのか。ネギ作るか。ネギ植えて作ってるんだっけ、もうわかんねえな。山長芋も使うしね。普通だから上では作ってないっぽいね。上は遅いやつしか作ってなかったと思うんで、人参と、うん、ネギ作ろう。ネギと、人参もちょっと残りやばいね。じゃがいももやばいし。水をあげておく。これ何回でもあげれるのか。なんか変だなって思ったんだよ。巻くのは1回なのにね。上炉で巻くのは1回しかできないのに、スプリンクラーは何回でもできる。ゴーゴー。とりあえずお姉さんに今のうちに登録をしてもらいましょう。やっ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 はい、お願いします。あなたちょっと見せて。バッチリ記録しました。よし、野菜パーフェクト。唐辛子はナス科ですか。ね、緑黄色野菜、ね、緑とか黄色なのに赤いぞこいつ。あでも唐辛子って青い唐辛子もあるよね。青ってか緑だけど、普通に食べても辛い、粉末も辛い、燻製にすると煙まで辛い、辛い辛い辛い。カプサイシンですね、カプサイシン。よし、この調子でお願いします。お金、お金ください。それはホタル、ありがとうございます。思った、よろしくお願いします。コンプリートしたんだからコンプリートボーナスで2000円ぐらいくれてもええんやで。うおやっやっ、あとやっぱうなぎだね。 うなぎ捕まえないと全部完成できないよ。 うなぎこの橋の上からだったっけな。お久しぶりのお客さん。生活できるんですか、その程度の売り上げで。おいるけど、でっかいニョロニョロがいないから、うなぎ、あの細ニョロはとりあえず釣っときたいね。どれが高かったんだ今。秩父よっ。
当然あれだろうけど、ヌタウナギみたいな。まあそうか、はい、ね、ヤツメか、ヌタウナギみたいなヤツメだ。ビリンゴ、ビリンゴー、やっほー、ビリンゴー。マリオカート64かな。来い来いよ、ビリンゴー、きたー。ナマズ、ナマズもなんかに使うのかな、ナマズ料理。ちなみにナマズの、かば焼きってあんまうなぎと味変わんないらしいですよ。つまりあのうなぎってタレがうまいんや。もうおら眠いぞ。眠くなってきたぞ。すごい寝相だな。誰に似たんだ。さあ、更新されてるでしょう。天才トロッコレーサーは誕生しましたね。次何すりゃいいんだろうね。食事かな多分。ユタの食事完成で次のイベントかな、ストーリー的には。